素早く。どうもじゃあ篠原です。僕昔ねピンク色の服が似合うよねって言われたことがあるんですよ。女の子に似合いますか、これこの服一応薄ピンクなんですけど、これ似合ってます、なんかもう似合うなって言われるんですけど、自分でその実感なくて、でも結構言われるんですよ。ちょっとね僕わかんないんですけど、まあ似合ってたら嬉しいなと思います。まあピンク色の服の話はとりあえず置いといて、今回は数学の計算のスピードを速くする方法について話したいと思います。数学の計算スピードを速くしようぜっていうことですね。でこの計算スピードアップの動画なんですけど、これはね視聴者さんのリクエストがあるのでこの動画作ろうと思いました。どうもねコメントによると、いろんな人がその計算スピードが上がらないで悩んでいるっていうことなんですよね。ただね計算って僕が思うになんですけど、スピードよりも正確さなんですね。計算は正確さが大事です。スピードっていうのは二の次なんですよ。で計算を正確にする方法については過去に動画作ってるので、よかったらそっちを見てください。ということで、まあ計算を正確にする方法については前の動画を見てもらったということで、じゃあ今回ねスピードをどうやってアップさせるのかということを話します。計算スピードアップ術ということで、僕はいくつかあると思うんですが、まず一つ目として九九を正確にできるようにするということです。九九ですね。で九九ってあの小学校2年生の時にやったやつですよ。あれ嫌というほどやらされましたよね。僕もやらされました。で7の段がねどうしても苦手で泣きながら覚えた記憶があります。ところが九九ってやっぱ小学校の時にやるだけはあって大事なんですね。というのも、行列をやろうがベクトルをやろうが微分積分やろうが、所詮は掛け算ですよね。どんなに高尚な数学をやろうが、所詮は足し算引き算掛け算割り算なんです。で九九っていうのは掛け算の基本ですよね。だから九九が早くできるっていうこと、そして正確に言えるっていうことは、すなわち掛け算のスピードアップにつながるんですよ。ですからもしね九九ちょっと怪しいなって思う人は、これね掛け算の勉強ということで九九もう一回ちょっと復習してみてください。復習って言ってもね、そんな仰々しいことやる必要ないんですよ。勉強する前、数学やる前にちょっと九九言えるかなと思って頭の中で計算してみる。 8×3 はって言われた時にパッと言えるようになる。 7×5 はって言われた時にパッと言えるようになるっていう風にするだけで十分です。まあこれがねおそらく多分一番でかいと思います。あと2つ目として、紙に大きく計算を書くということですね。紙にちゃんと計算の跡を残しておくっていうことです。これは正確に計算するっていうところでも言ったと思うんですけれども、やっぱりね暗算って不正確だしちょっと残りにくいんですよね。不正確な上に残りにくいっていうことは、すなわち計算の質が荒いっていうことなんですよ。だからもうね紙にちゃんと書きましょう。あのノートがもったいないとかね、そういう話あるんですけども、とりあえずちゃんと紙に計算の式って残しておきましょう。筆算の後でもいいから、とりあえず残しておいた方がいいと思います。そうすることで、まあ間違いにくいんですよね、紙にちゃんと書くから。で間違えたとしてもその跡が残ってるんです。だから反省しやすいし、また気づきやすいんですよね。ですから紙にちゃんと書いて計算してください。そして3つ目に、もうこれは言っちゃったらもうごあさんなんですけど、慣れるしかないですね。慣れですね。もうね計算って正直言って慣れです。どれだけやったかっていうことでしかないんですよね。やっぱ計算って慣れると速くなるし正確になるんですよ。だからとりあえず問題解いてくださいとしか言いようがないです。で自分が遅いなと、解くスピード遅いなと思いながら解いていくことで、だんだん正確にもなっていくし、解くスピード速くなってもいくんで、とりあえずで問題解いていきましょう。解いていけばできるようになりますから、なのでもう慣れていきましょうっていうことですね。はい、ということで今回計算スピードをどうやってアップさせるのかということについていろいろ話しました。まず計算っていうのはスピードよりも正確さだというふうに思ってもらった方がいいかなと思います。で正確さを分かってもらった上でなんですけれども、まず九九を正確に、そして素早く言えるようになるということ、紙に書いて計算するということ、そして何よりも慣れること、いっぱい問題解いて計算に慣れるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。例えば携帯ありますよね。携帯で携帯って機種変えた時めっちゃ迷いますよね。あれ電話どうすればいいんだろうとか、あれメールアド登録するのどうすればいいんだろうとかって迷うじゃないですか。でもだんだん使い込んでいくうちに、もうパッパパッパ使えるようになっていきますよね。計算もそれと同じです。最初は難しい、分かりにくい、めんどくさい、
そういうのってあると思うんですけど、だん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 やっていくと慣れっていって、結果的に計算早く、そして正確にできるようになっていきますので、とりあえずね、もうつべこべ言わず解きましょう、問題解いたらできるようになりますからっていうことですね。まあね、これを言っちゃうと僕の存在価値がいよいよ危うくなってくるんですけど、所詮ね、計算なんて慣れだよっていうことでした。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。あのね、やっぱりやってみることって結構大事なのかなと思いますね。数学解かないとね、やっぱ解けないんですよ。計算スピード遅いな、で早くしないとなって思ってるだけじゃ早くならないんですね。計算問題1問でも解いた方が早くなっていくんです。まあ下手な鉄砲数打っちゃ当たるみたいなことって言われてますけど、鉄砲打たないとまあ当たりませんからね。だからとりあえずね、問題解いていってほしいなと思います。まあこんな感じで僕は受験に役立つこと、そして成績アップに役立つこと、いろいろ配信してます。よかったらチャンネル登録してください。あとツイッターですね、ツイッターフォローしてもらったら更新情報とか残さなくて済むかなと思います。よかったらコメントとかリクエスト、感想などはぜひね、下のコメント欄にいろいろ残していってくれたら嬉しいです。面白かったとかためになりましたとか、そういうようなことでもいいですし、もうちょっとこうした方がいいんじゃねみたいな批判でもいいですから、ぜひねコメントしてください。あとリクエストですね、こういう動画作ってほしいとか、こういうことについてどう思いますかみたいなことっていうのはぜひね答えていきたいと思います。コメント僕全部見てますから、できるだけ返信したいなと思ってるんで、よかったらコメントをしてください。ということでまた次回会いましょう。